はい、美術で日本を元気にする修華堂の田中です。ですね、岡本東子といううち、でやってもらってる、まあ若手とずっと呼んでましたけども、ちょっと少しだけいい年になってきました。余計なこと言ったらよくないかな。美人が作家と読んでもいいのかな、人物を描いている作家ですけれども、この度ですね、角川ホラー文庫さんの、岩井島子先生の穏便たらいの間が夢という書籍の表紙を担当させていただきました。これはもう書き下ろしです。作品はですね、私どもの手元にございますので、作品自体はまた日を改めてですね、彼女の多分個展の時になると思うんです、販売することになると思うんですが、それはそれとして、こういう表紙になりました。発売はね、7月の27日かということですので、ちょっと先かも分かりませんけども、こういうふうにめでたくなりましたので、これ動画になった時に左右逆になるのかな、多分ちゃんと逆じゃなく見えると思うんですけども、こういう表紙になってますので、ぜひ書店でチェックしていただければと思います。今ですね、角川さんのホームページに行くと、角川は例のサイバー攻撃でサーバーがダウンしてて、角川さんにはでは見れないんですけど、この岩井島子さんの名前とこのオンビータレっていう題名ないし岡本東子の名前で検索すると、この図は、必ず出てきますので、ネットでもチェックしてみてくださいということで、よろしくお願いいたします。なおですね、今すぐには販売しないですけども、作品に関してのお問い合わせございましたら、こちらの方までお願いいたします。はい、ありがとうございます。